ああ、200円。ああ。ああ。大丈夫だよね。きっとこの中に1万円ぐらいあるはず。おーおおおおおいってねー、ダメだー、グホー。ええ1000円、やった、よーし。って、つうかこれ2枚出たらもうこれ以上出なくね？ 1000 円来ました。おー。はい、5等1000円です。くそ、4等だったら元取れたのに。なにー。パタ。もう当たりがない。10枚のセットで2枚しか当たり来ないんですよ。もし1枚高額、高額っつうか5等以上が出ると。もう決まった。まあいいや、それでも削るぜ。あれ多分2枚だよね。1セット。もう出ちゃったよ、ええー。お楽しみがなくなった。そういうことは800円損か。くっそー。まあでも1000円出ただけマシだよね。うん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 。でんでん、あれれ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 れでんでん、でんでん。てか、この宝くじで、この1セット10枚のやつで、2枚以上当たり引いた人、ちょっとコメントください。多分2枚しか入ってないと思うんですけど、10枚のセットの中に。もし1枚高額当選、入ってた場合は、高額っつうか5等以上が入ってる場合は。その場合はちょっと希望出るんで、できればコメントください。3枚入ってましたとか言う人は。多分いないと思うけど。俺はちなみにこれで2枚までしか出たことありません。でーん。でん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 。あー、4等がもし来てくれれば1000円プラスだったのに、なんで4等出なかった、なんで4等出なかった。4等だったら3000円だったのに。ちょっとそういう考え方はやめよう。せっかく動画撮ってったから。危ないに綱渡りして800円の損だったらいいじゃないっていう風に言う人もいるでしょ。そういうもんかね、そういうもんかね。800円って結構損だからね。800円の損はでかいよ。そんなもんかね。くそー、やっぱ2枚出ると当たらないんだ。つまり10セットの中に最高当たり枚数2枚のみで、最低が1枚200円だけ入ってるっていう結果はもう変わらないみたいだな、やっぱり。もうスクラッチ何回挑戦したと思ってんだ。今まで得もあったけど、ほとんどが損だよ。
まあでも、よしとしよう。まあ1000円入ってただけマシ。希望見えてきたな。ってことで、今回は6等のこの部分が200円と、5等が一番下項で出ました。で、1000円でした。もう初めの頃に、当選の金額も初めから決まりましたけども、こんな感じでした。まあ1200円出ただけマシだと思います。ご視聴ありがとうございました。